雪耳かのダダ漏れワロップ、やはい、始まりました。雪耳かのダダ漏れワロップ、はい、はい、毎月ですね、第1、3、5の、火曜日夜9時から公開生放送でお送りさせていただいてます。いただいてます。雪耳かのダダ漏れワロップということでね、はい、ということで、私たちはこちら雪耳と、雪耳と耳かで、耳かで雪耳かと、はい、いうアコースティックポップデュオでございます。ございます。今日も素敵なゲストをお迎えしてお届けする今日でございますけれども、ございますけれども、私たちつい先日までね、静岡に、静岡ね、行ってきたね。行ってきましたね。静岡はいろんなところにねあ、雑だなおいライブハウスのウーフーっていう場所だったり、はい、静岡のね、はい、あとは浜北プレハウォーク浜北さん、ね、浜松方面の浜北ね、はい、あとはまた静岡に戻って、タワーレコード静岡店さん、はい、ね、この3つ3カ所で歌わせてもらって、はい、静岡の名物、うんうん、あの爽やかハンバーグというね、うん、静岡にしかない、店舗、炭焼きハンバーグ的な、うん、的なってお店にね、食べまして、めちゃくちゃ美味しかったよね。美味しかった。なんかこう爽やかっていう名前だから、そうだよね、さっぱりしてんのかなと思ったらすごい肉の感じがしてあのね、名前変えた方がいいよね男気とかさ。そうだね、結構男っぽい、結構ガッツリしてるじゃない。ガッツリ系のハンバーグです。美味しいです、めちゃくちゃ美味しいんですけど、すっごいうわーって感動しながら、うん、なんで爽やかなんだろう、そう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 、どこら辺だろうみたいな、ね、ちょっと気になりましたね。名前の由来が気になりますけどね。気になりますね。まあ、美味しい思いもしながら、たくさんのね、はい、出会いもあって、うん、素敵な静岡でございました。ございました。いろんなところでライブをしている私たちですが、はい、今日もね、うん、ダダ漏れワロップ、はい、私たちも楽しみな時間なので、そうです、ゲストと一緒にトーク、はい、生ライブ、うん、楽しんでいこうと思っております。思っております。最後までどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も会場にはですね、うん、はい、1万人以上のお客様が、そうですね、会場多いな、来られていますので、はいはい、どうぞよろしくお願いします。一旦 CM。オープニングライブ、イエーイ、ありがとうございます。あららららららね、まだでもね、シャイな皆さんが多いから、うん、そうですね、1万人いるはずなのに、ね、おかしいですね。でも素敵なね、声ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、オープニングライブ、はい、早速ですが、私たち雪耳かの歌を1曲聴いていただきたいなと思います、思います。私たちがですね、47都道府県の旅をして、集めたメッセージをですね、つなぎ合わせて作った1曲を聴いてください。聴いてください。スマイルツリー、47の笑顔を集めて。今流した涙はきっと明日の笑顔になる。ありがとうございます。生きる喜び忘れず顔を上げて
い、どうもありがとうございます。それでは早速本日のゲストを、はい、お呼びしたいと思います。私たちとそうだな以前ツーマンライブとかしてね、そうですね、ご一緒させてもらった、はい、私たちも大好きな、はい、こんなお姉さんになりたいなみたいな、うん、そんな素敵なガールズでございます。ございます。上田真由美、イエーイ、カモンヒオ、いらっしゃー、どうぞどうぞ真ん中へ。いやいい、なんかこうやっぱホワッとするね、出てくるとそうね、なんだろうね、この癒し系な、ね、癒し系だよね。だけどきっとね、サバサバもしてる感じのこうなんていうの、女の子も憧れるタイプの雰囲気出してるよね。そうね、そうね、そうね、分かる、すごい、いろいろ言おうとしてそうねでまずはい、改めまして自己紹介をお願いします。はい、はい、大阪出身シンガーソングライター上田真由美と申します。よろしくお願いします。嬉しいですね、はい、そんな上田真由美ちゃんですけども、噛みましたけれども、うん、よりね、私たちも一緒に、そして皆さんも一緒にね、はい、上田真由美ちゃんのことを知っていこうということで、そうそう、恒例のこのコーナー、このコーナー、ただ漏れプロフィー、プロフィなんですが、いつもですね、今日初めてね、うん、見る人はわからないと思うんですけど、はい、いつもね、私一生懸命ね、うん、プロフィールを書いて、こんな大きな紙にジジャーンって出して、うん、ペローンってめくりながらね、そう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 、やっていく、うん、結構割と手作り感満載だけど大げさなプロフィール、大げさなんで今日ね、なに、あのね、うん、玄関にね、ポツってね、置いてきてもうてんもうね、気づいた時にはすでにお寿司だったね。ショック隠しきれないんで、あのまた改めてあの、うん、郵送します。はい、待ってます今日はちょっと口頭にはなりますけど、口頭になっちゃうけどね、改めて質問な感じで ね、 そうね、あの答えてもらう、一応頭に入ってるもんね。そうよ、うん、そうよってメモってるけど ね、 ねはい、あの紹介していただきたいと思います。ダダ漏れプロフィール、うん、誕生日は10月の24日、10月24日サソリ座でございます。お、サソリ座の女、あ、サソリ座の女、ごめんね、ほんとごめんね、大丈夫です、はい、はい、そして血液型はですね、うん、私たち大好きな、うん、O 型、出た O 型、はい、もう典型的です。 O の女性ってさ、憧れるよね、憧れるよね、O って言いたいもんだって血液型何って言われたら、前回もそうやって言ってましたけどね本当に O って羨ましいはい、そして、うん、音楽を始めたきっかけをね、ゲストさんにお伺いしてますけど、うん、答えていただいてもいいですか。はい、始めたきっかけは何だった。始めたきっかけは、うん、なんかね、遊びで曲を作ってたんですよね、うん、なんか歌詞を書いたりとかしてて、うんうん、でそれでなんか初めて中学の時に、うん、こう友達の前とかで歌う機会があって、うん、でそれでなんか、うん、めっちゃ楽しいと思って、それで始まりました。え、それいつぐらいの話？中学3年生です。すごいね、すごい早い頃にね、曲作りを中3からピアノで。あ、もうその時は鼻歌で作ってて、あ、カセットテープに吹き込んでみたいな、うん、カセットテープってなんか懐かしい響き言わないねえ、でもさ、その披露するときは何、鼻歌だったの？あ、その時は、うん、友達にピアノができる子がいて、なんかこれで音取ってみたいな感じでやってもらいました。そっから今に至るわけ ね、 わけね、今に至ります。なるほ ど、 なるほど。そして、うん、ね、音楽人生もね、やって、うん、いっぱいやってきたと思いますけれども、うん、音楽をやってて良かったと思う瞬間、うん、はい、やっぱり、うん、こうライブを聴いてもらって、うん、こう聴いてくださった方たちが、うん、こう、まゆみちゃんの曲を聴いて元気になったよとか、うんうん、すごい元気になれるよって言ってもらえるとすごい嬉しい。嬉しいよね、わかるわ。じゃあこの後もまだまだ聴いていきたいと思います。一旦 CM。
って始まり方始まり方そうですね。はい、それではかたまりプロフィール、はい、もうあと2つぐらい聞きたいことがあります、うん、続いて特技、これねすごいよ。特技なんだと思う、ゆきみちゃん。な、何得意そう。料理。ああね、イメージはね。絵とか。あ、絵とかね、うん、編み物とか。あのね、そんな可愛いもんじゃない。あ、違った。可愛くない系。ちょっと教えてやっていいですか。なになに。私、親指がね、うん、手首につくんですよ。わかるわかる。ちょっとやってみてもらおうか。こうやってつくんですよ。見える。見えるんかな、これ。これカメラ見えてるかな。親指がグニョーンってなって、え、全然できない。めっちゃつくんですよ、すごい。私昔から。え、君ちゃん、私ね、実はね、柔らかいんだな。マジで。あ、ついた。仲間だ。なんで。何、どういう、何の違いなの。関節。これそう、何なんですかね。なんか昔から。どんな感じなんですかね。皆さんはどんな感じなんですかね。つきますか。ゆきみちゃん、何、ギター持ってるから。つく人いる。つく人、はい。うわ、1万人中ゼロだよ。私たちだけだ。すごい。やったよ、私たち。なんだよ。すごいね。特技、でもさ、特技がさ、特技1個しか書いてなかったんだけど、唯一の1個がそれって。他になんかなかったのかなと。ちょっと恥ずかしいですね。料理とか言ってほしいね。ね、似合う似合う。はい、そして、うん、最近ハマってることがあります。なに？私も大好き、これは。ね、教えてあげてください。はい、あのね、お菓子のブラックサンダーにハマってるんですよ。うまいよね、あれ。美味しいよね。あれはね、反則知ってます皆さん。ブラックサンダーチョコレート美味しいよ、ね、ちょっとあのブラックサンダー関係者の皆さんがもし見てたらね、ください。上田真由美ちゃん、よろしく。こちらまで出ないよね。ブラックサンダー美味しいよね。美味しいよね。ハマるわ。でもハマるとね、あの体型維持が大変だね。そうですね、もうほとんどカバンの中に1個入ってるんですよ、うん、すごいね。でもこの夏溶けちゃわない。袋にべったり。あ、そんなに好きなのね。そんなに好きなの。べったりしてても好きなのね。好き。まあじゃあね、皆さん差し入れぜひあげてください。よろしくお願いします。はい、そんな感じでダダモレプロフィールのコーナーでした。ありがとう。ではでは、ちょっと登場して間もないですけど、はい、早速1曲ちょっとね、うん、はい、ライブを聞きたいなと思いますので、はい、よかったら準備お願いします。よろしくお願いします。いつもキーボード弾き語りでやってるのかな、うん、私たちとね、ツーマンライブした時も、うん、キーボードってずっとそうね歌ってましたけど、はい、準備ができたら歌ってください。はい、はい、それでは、上田真由美で本日、私のデビューミニアルバムの、タイトル曲にもなっております明日はきっとという曲をお届けいたします。吸い込む
はい、曲は、うん、発売して1歳になりました。おー、1年。はい、ちょうど1年になります。大切なアルバムかな、はい、ミニアルバムかな。そうですね、はい、ね、ぜひ全国の CD ショップで、はい、発売中です。はい、発売中です。皆さんぜひゲットしてください。お願いします。さあ、それではここで、はい、ちょっとね、時間も迫って待ってますけども、はい、ゲームコーナー。今日はですね、うん、ちょっとなんかあのあれですけど、これあるじゃん、説明下手。伊勢の伝に伊勢の伝さんとか、指すまっていうのかな、指すまね。それをちょっとテレビ風にね、あの大きくするために手すまでいきたいと思います。手すま対決。手すまだから全部で6まであるのかな。1、2、3、4、5、6。よし、負けねえぞ。最初は6まであります。はい、0から6ね。はい、この対決をして、はい、1抜けっぴ2抜けっぴで、はい、対決していきたいと思います。はい、では誰からいく。最初はグー、じゃんけんぽい。アイクでしょ、しゃ。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ私から。はい、伊勢ので3。伊勢ので2。伊勢ので3。伊勢ので1。伊勢ので3。ゆきみちゃん、ね、私が伊勢のせ3。あー、じゃあ5までになるのね。伊勢ので2。よっしゃ。伊勢ので1。伊勢ので1。伊勢ので0。伊勢ので2。伊勢ので3。伊勢ので1。伊勢ので2。わあ、伊勢ので1。伊勢ので0。伊勢ので3。やったー。イエーイ。うわー、勝った勝った。逆転勝利ですよこれ。すげー、逆転勝利。すげー、すげー、まんちゃん勝った。はい、これ負けた。ありがとう。ありがとう。
何も言わずにこう、ね、イエーイCM 明けの明け方はい、お付き合いありがとうございます。ありがとうございます。さあこの辺でですね、はい、ワロップ一般会員の皆さんと、はい、ユーストリーム視聴の皆さんがですね、はい、ここでお別れということなので、まあ、はい、その皆さんに、うん、なんかお知らせとかあったら、そうね、はい、教えてあげてください。はい、それでは、はい、お知らせ、はい、1、はい、1 先ほど歌った私の、うん、明日はきっとデビューミニアルバムが、うん、全国発売しておりますので、はい、ぜひよかったらお買い求めください。よろしくお願いします。そして、はい、ワンマンライブが2公演決まっております。10月24日に大阪編、11月16日に東京編と決まっておりますので、うん、ぜひよかったら遊びに来てください。おお、大阪東京の2公演、はいはい、10月24日と11月16日です。16日、はい、はい、覚えました皆さん、チェックしましたか。ワンマンライブ、ね、はい、決定しております。はい、皆さんぜひ上田真由美、上は上の上に田んぼの田に真由美はカタカナですね、はい、はい、で検索すると出てきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私たち雪耳かもですね、はい、ワンマンライブツアーが、はい、決定しております。決定しております。9月の22日、はい、日曜日、はい、東京都は上野ブランシュから始まりまして、次10月の20日、10月20日日曜日、はい、名古屋、愛知県は名古屋ハートランドスタジオで、はい、行います、はい、そしてその次の週10月27日日曜日、はい、大阪西天満ライブハウス D、はい、そして、はい、ファイナルは、11月3日と、あ、ごめんなさい11月3日もあります、はい、香川、はい、私の両親が営んでる三幸家具という家具屋の2階、はい、特設ステージ特設ステージでやります。11月3日ですね、はい、そしてファイナル12月1日、はい、これも日曜日、うん、東京都渋谷レックス、はい、ね、全部で5公演になるかな、4カ所5公演、はい、行います、はい、もうですね、初日の上野ブランシュの公演と、はい、名古屋ハートランドスタジオのワンマンライブの公演が、はい、プレイガイドでも発売になっております。なっております。ぜひチェックして遊びに来てください。お昼公演です。全部お昼、全部日曜日、はい、はい、ということでね、はい、この後は、うん、深いお話も深い話を、ね、話もしていきますので、うん、ね、ドキドキ、お楽しみに、はい、はい、この後はエクストラタイム、イエイ